じゃあシャローが行ったの、ね、いつもあのゆうたろうくんがみんな座ろうって言ってくれるんです。長いんで、はい、ごめんなさい。開会に挨拶して社事が私言うのもなんなんで、このよさこい祭りどうだったでしょうかね。月の山のよさこい祭りっていうのは正直ありがとうございます。正直、各メンバーそして各県の情報を聞いても練習できなかったっていう苦しい思い、そして全部が全部、まだよさこいのチームに復帰なされてないチームいろいろございます。でもね、しぶとく、本当にしぶとく一歩一歩毎日を、よさこいのことだけ考えると、旦那さん奥さんから叱られちゃいますね。家族のことを思いながら、明日に向かって生きていければいいなと正直この3年間私は思いました。なんとかこういった形でご支援いただいて、そしてこうお集まりいただいて背中を押していただいて開催できました。昨年ですね、アシスタントの富樫茜の方が8月のお祭りでやっちゃったんだよね。すいません、申し訳ありません。足やっちゃったんです。この子若い自分に、お子さん、あれで、で一生懸命子育てしながらよさこいも一生懸命で、そしてちょっとチームの方もね、休会解散っていうような形だったんですけども、それでもお家さ祭りにね参加していただいて一発目で足やっちゃったんですよ。はい、すいません、申し訳ありません。で、今ちょっと伺ったんです。実はこの前も練習に来てくれてちょっと踊ろうとしたんですけど、やっぱりこっちは腹、でもね、あのいただいた縁は大切にしたいなと思いました。これからもね、あの司会とアシスト、アシスタントいろんなことでよさこいに、こう縁を持ってもらって、今後とも仲良くしていただけたらと思います。お尻向けてごめんなさい。この子ね、くしびきの中学校の前の聖火ラーメンの店主、富樫茜でございます。縁ありましたらそこのラーメン屋にもお越しください、ね、よろしくお願いします。ご苦労だったと思いますよ、ありがとうね。ありがとうございます。そんな思いで、この写真、あなたの思いをちょっとぶつけてあげて、皆さん、思ったこと、はい、はい、あなたにこの場プレゼントします。8月のことがあってからなかなか自分の思い通りにならず、よさこいから正直ちょっと遠ざかってしまった時期がいっぱいあったんですけども、今回このような機会をいただいて皆さんの今までこうゆっくり見ることのなかった演舞をそばで見させていただいて、あ、やっぱりよさこい好きだなとすごく感じました。はい、こう皆さんのように踊ることはもうちょっと難しいかなとは思うんですけども、自分なりに、いろんな人の助けを借りながらまた、携わって皆さんと一緒にやらせていただければなと思います。はい、今日は本当に皆様ご来場いただきまして、ご参加いただきまして本当にどうもありがとうございました。ほら、無茶ぶりもつながるよ。皆さん、お待たせしました。ここからは総取りの